はい、じゃあまず今日第1回目ということで、企画が、ありますんで、第1回の企画は、まあ、この今回この4人がどれだけまあ日頃仲いいかというか、まあ、医師の、まあ、チームとしてね疎通ができてるかということで、なんかこうお題が出るんで、そのお題に対して、全員で答えてどれぐらい一致するかっていう、まあ、クイズ形式で今日はやっていきたいと思います。いいですか、はい、皆さん。はい、準備は、はい、OK です。まあ簡単でしょう。簡単ですかね、はい、まあ、うん、どうかな。まあ仲いいか悪いかがこれ出るんで、じゃあまず第1問目、いきたいと思います。大分県といえば、大分県といえばこれはもう何でもいいですよ、大分県といえばでいいですよ。そうそう、だから自分が連想する大分のまああるよね、何かよね。これは一致させに行った方がいいのか、それとも好きなことを書いていいんですか。いや、それはもう、それはもうね、でも各個人でしょ。大分といえばって言ったらバンと、これはもう多分合うんじゃないかなと思うんで、絶対と思うよ。もうこれは一気にいきましょう。これはもう絶対、これ間違ってたら、うん、何しに大分来てるんだってなりますからね。いいですか皆さん、はい、いいですか、はい、それではいきたいと思います。せーの、じゃじゃん。じゃあ、ひろきから。温泉。温泉。指原さん。指原さん。は？加藤さん、はい。温泉。自分も温泉。温泉三人の？の。な、何？何？誰？何？何さん？指原さん。サッシーさん。わかるけど。大分っすよね、だって。いや、普通さ。いや、普通はさ。あれよ。ウリュウ。いや、もう。やったな、これ。やったな、これ。ベルスパ大分っていう、ベルスパっていうチーム名の由来知ってる？構成キャプテンですから。本当だよ、知ってるよ。本当だよ、ベルスパ知ってます、知ってます。ここでほら、皆さんにベルスパの説明を。そうですね、キャプテンとして。これ僕のミスです。とりあえず書いてみ、ベルスパって。あ、そうね、英語で、英語でちょっと、ちゃんと説明してみ。英語でベルスパって今書いて。ちなみにじゃあちょっと自分からベルスパの意味を、チーム名の、由来を紹介しますと、ベルスパもスパはもちろん温泉、大分の温泉のスパから来てます、はい、でベルスパのベルは、ポルトガル語でベルメリオっていうのが、赤、チームカラーの赤、チームカラーね、うん、で、まあ、ベルと、まあ、スパをかけて、まあ、ベルスパと。で、まあ、英語これから出てくると思うんで、それでもう一つちょっとまあ、由来の元があるんで、はい、まあ、高生 の、 その英語を見てちょっと決めたいなと思うんですけど、はい、できた、できた、大丈夫でしょ。はい、じゃあどうぞ。ででん、ベルスパ。おお、正解です。はい、よかったな、ね、はい。で、この H、 ベルスパのこのスパの H は、もともとうちが今メインスポンサー様の法要聖光様の、法要の Hを取って、まあ、造語なんですけど、ベルスパっていうチームになってます。じゃあ次行きましょう。はい、次は、チームナンバーワンのドリブラーはという質問。チームナンバーワンのドリブラー、これはもう簡単じゃないかな。自分は結構すぐ出ますけどね。これは分かりましたよ、はい、もう完璧ですよ。こんなんもう愚問ですよ。いいですか、できました。はい、じゃあまずちょっとカズヤさんからどうぞお願いします。ルイ、ルイ君ね、背番号11番の、トネルイ選手、ルイ選手。なるほど。じゃあ次はヒロキ。おっ、すごい、ヒロキ。僕もルイ君ね。やっぱね。やっぱりそうよね。じゃあ自分も、11番のトネ選手となると。いやー、これ不安だな。これは大丈夫だと思う。これは大丈夫でしょ、うん、だって一番パス出すやっぱ役だし、もう去年も一緒にやってるし、うん、やってるし印象も強いはず、うん、それは。いっちゃっていいですか。お願いします。せーの、おーい、選手。やっぱね、まあまあそうでしょう。うちのやっぱりドリブラーは、うん、トネ選手。そうでしょう、うん、どうルイ、ルイのプレー、ヒロキ。いやー、僕には絶対真似できないプレーですね、うん、あんなスル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 早く抜いてって。ルイ僕なんかボールあんまされたくない、触りたくないんで僕は。あー、なるほどね。ゴール前だけでいいんで。あー、みんなパス横にくださいみたいな。
あと蹴るだけで入るんで僕が。ああ、そうね。その点だけ取りたいんでね。確かに。カズヤさんどうですか、ルイのプレーを見て。重心ずらしてドリブルをトップスピードでできるっていうのはすごいなって。ああ、確かに。ルイは、静学出身で、やっぱりドリブルとね、スピードがかなり武器な、選手なんで、よく左サイドで、出てる時が多いんで、皆さんぜひ、トネ選手にも注目をしてもらいたいなと思います。はい、じゃあ続いて質問いきたいと思います。お願いします。いいですか、皆さん。お願いします。それでは3つ目の質問、須藤監督の口癖は。おお。なんかいろいろあるな。いやー、これ難しいです。須藤さんの口癖。監督がよく言う言葉。うわー、これいろんなのあるんだけど難しいな。いやー、何かかな。俺思い俺普段結構言われてるからさ。いろいろあるんだけどさ。それでいいんじゃないですか。じゃあ俺思い浮かんだわ。OK。いいですか、皆さん。できましたか？はい、いいですよ。いいですか？じゃあ、これ、発表は全員どの発表は、いや、これは多分合わないかもしれないんで、一人ずついきましょう。じゃあ、自分からいいですか、今回。いいですか？やりたいだけ。いや、なんか、これかなっていうのがあるんですよ。はい、はい、いいですか？自分の、それ同じだった場合、出していいですか？出します。じゃあ、同じだったら、もう、挙手してください。同じだったら、挙手してください。それでいいですか？はい。じゃあ、俺からいきますね。いきます。でね、挑戦者タレ。どうすか？でもそれか。違うんだな。確かに口癖じゃないんだよな。じゃないけど、でも年間をやっぱ去年の1年間振り返った時に、ああそっちできた。監督が一番言ったこと。試合前ね。挑戦者タレみたいな。言ってないんだよね。言ってないんだよな。書いたけど。ボードに書いてた。ボードには書いてたよ。じゃあ次コウセ。あ、僕？うん。いや、まあ、これでしょ。今日も言ってた。言ってた。はい、練習中今日も言ってました。はい。お願いします。おいどう。お前さ。俺だ。ねねね。お前さ。口癖。口癖じゃないですよ。みんなや。いや。違うんですよ。いやでもね、結構わかる。ウリュウって言われてます。いや、ウリュウって言われるじゃないですか。違う姫って言われるでしょ。言われてそれは名前呼んですよ。まあ、前ドアは口癖。すいません。口癖のようにすぐ出てくる。すぐ出る。好きなんかな。違うんだよなぁ。言いやすい。いやお前それ。いや、ちょっとは違うか。今日の練習で怒られてただけやろ。出ない。特に出ない。特に怒られてた。ダメだ、怒られてたとか言うなよ。試合中も多いですから。まあまあ確かにね。よく試合中言われる。前だね。でも期待のね、現れ。前だ。そう、前だ。よく言われる。必要か。二言目で出る。あ、出た出た。パスをせえみたいな。それ言われたことないだろ。全然ない。はいはいはい。じゃあ次ちょっとカズヤさん。お願いします。違うか。合わない。カズヤさんお願いします。じゃあ前に言うわ。あー、それ言うな。言いますね。なんかこう残ってるかな。あ、監督の。確かにバックパス多かったりして、多かったりとか、試合中、練習中とかに前に出して、こうやっぱ前に進むプレーヤーね。あーねー、確かに前だ前に。いや前だ前だ前に。ほぼ俺やん。ほぼ俺じゃん。誰にややこしになるみたいな。まあ確かに前に言いますね。確かに言いますね。口癖。まあ確かに言う。言うね。言う。合わんな。それ聞いたらこれは合わんな。合わんわ。じゃあ最後ひろきお願いします。よくね、僕がゴール前でボール持った時とかに、横にパスとか出しちゃった時によく言われること。ゴール前来ました、パス出しました、自分でいかにゃ言う。それ言うか。いや、でも自分ではね、たまに。いやね、いやけど、いかにゃ。じゃあこれ繋がってきますね、これね。そう、ここは繋がってくる。確かに繋がってくる。自分でいかにゃ。そう、よう言われるんですよ、これ。確かに。この3つ、なんかプレーに関する。そう、プレーだね。プレーに関することですね。ちょっと一目だけずれてるんだ。違う、これはでも試合の時にですね、これまあ、ロッカールームでいつも監督の話があるんですけど、
まあいつもね、毎試合、これ絶対だって毎試合でしょ、監督が来て毎試合必ず挑戦者誰っていう話聞いてる？聞いてないし、聞いてるよ、聞いてるよ、聞いてるよ、めちゃくちゃ聞いてるよ、聞いてる、絶対聞いてるし、一番聞いてる、須田さんの音楽ばっか聞いてるよ、それも聞いてるわ、聞いてる。いや、やっぱこれでしょ、挑戦者。じゃあ、一個正解決めよう、この中で。そうですね。で、これをさ、次の人にやってもらおうよ。毎回、やっぱ、選手変えて、この企画は継続して、どれが一番、確かに、そりゃそうだ。回を重ねてって、どれが一番多かったか。多かったか。決めよう、これは。正解1個。5個ぐらい出てたんですけど、本当は。じゃあ、前にと挑戦者されていきましょう。なんでこれ前の話なの。いや前にでいいじゃん。なし、いや挑戦者なら口癖じゃないっすよ。ないかな、挑戦者ないないっすか。ないでしょ。じゃあ前にでいきますか。前にでここはやっぱ考えたら第1回は前にじゃない。第1回このメンバーの、須藤監督の口癖は前にで、着地したいと思います、はいはい、いい落としどころじゃないですか。じゃあ、風間さん正解。風間さん正解。正解決めるゲームではないですから一致させる。一致させない。一致させない。今が難しかったですね。難しい、はい、じゃあ、次の、質問いきたいと思います。はい、次はチーム一番のイケメン、かっこ顔という、かっこ顔というお題が出てます。100% 見た目って回転もいいけど尺なんだよな。顔だけね、顔だけのイケメン。それ、自分が女性だったらこの顔がタイプっていうのでいいですか。まあそうね、だからもう本当にチーム全体を見た時の一番のイケメン。イケメン、はい、ね、顔か、顔の勝負だったか。いや僕顔の勝負だったか。いいですか。はい、いやまだ書いてない。赤瀬さんまだですね。まだ頼むから自分とか書かんといてや。すげえ笑う。めちゃくちゃ笑うやん。かずやさんが自分みたいな。あ、そうそうそう。いやもうこれは多分合うと思うけどな。合うと思うけどね。いやでもね、だでもなんか構成なんか違う気がするわ。でも俺はチーム一のイケメンこの人やと思ってます。マジ誰やろ、気になるな。じゃあ分かった。いや、いいですか、いいですか。はい、じゃあそういう構成からちょっと出してもらって、ね、構成出してからあと3人一気に行きましょうか。はい、じゃあ構成お願いします。こういう年の重ね方をしたい、須藤さん。おおライバーでしょ。だってかっこいいよ。すんごいな、めちゃくちゃスリに行ってるやん。いやいや、かっこいいですよ。いや、わかるよ。かっこいいけど、そのかっこいい。いや、違う、チーム内のイケメンはって言ったら選手でしょ、普通。じゃあ、あと3人行きましょうか。多分、ここの3人合うんじゃないかなと思うので、ね、それでは行きます。せーの、ドン。高橋豪輝選手。はい、はい、やっぱお前ずれてんだよ。ちょっと腕ずれてるな。やっぱずれてんだよ。ますね。なんか俺のせいみたいになってますけど、まあ、あの高橋豪輝選手、背番号何番かな、6番、今年6番になった、うん、まあ女性ファンの方は特に、いやね、彼は見に来てますよ、練習にも女性がね、女性ファンがね、見に来たりしてますもん、はい、来てるんで、今後また期待してほしい若い、注目プレイヤーです。はい、じゃあ次、行きたいと思います。はい、じゃあ次が、ラストと、第1回の、今のところちょっと待って、あったのあったっけ。あった、全員であったの。あった1個かな。1個もないよ。いや、あった、トネ類、トネ類、トネ類だけだ、トネ類だけだ。あったわ。ちょっと最後合わせましょう。最後はちょっと締めましょう、いいので。最後やべえ、めちゃくちゃ難しいのきた。最後、ベルスパ大分のいいところは、これチームのいいところでいいですかね。はい、チームの今のはベルスパ大分のチームの、まあ、いいところ、まあこれはもう、でもこれはもう一つかな。ひろき早いね。いやもうこれしかないもん。もう確かにこれしかない。まあ今のねチームの、うん、これね、いいところはまあ俺もこれかなと。なんでカズさん笑ってるんですか。じゃあこれも最後なんで、こういう使い方でいいのかな。一斉にこれ合うでしょ。一斉に合いしましょう。はい、それではいきます。せーの、ドン。パス。カズさん仲がいい、
仲の良さ、全員仲良し。おいいね。まあまあまあ、ちょっと仲間怪しいけどね。仲間は怪しいけど、まあ、ただの仲良しじゃないよって。なるほど、戦う集団だ。かっこ戦う集団、まあ、挑戦者誰みたいな意味の住みたいだけやろ、住みたいだけですね。挑戦者誰ってことですよ。いや、そうね、はい、でも今年一致ってことでいいんじゃない。まあ、今年もね、やっぱりこう雰囲気が指導して、うん、まあ、新加入選手何人か入ってきましたけど、かなり仕上がりも含めて、うん、やっぱ仲の良さがいいんじゃないかなと思うんですけど、加藤さんどうするんですか、まあ、一番こう最年長として今のこうチームの感想というか雰囲気というか、チームの雰囲気がいいからみんなこう伸び伸びとこう自分の良さを出そうとしてるかなって、こうそれがこういい方向にこうつながってるんじゃないかなと感じてます。ますね、確かに、はい、キャプテンどうですか。日に日に良くなってます、プレーも関係性も、うん、なんかこうスタッフのほらスタッフさんとのほらなんかねこう、そうそう、あんまりこう隔たりもないし、そこも仲がいいんですよ、ね、監督もやっぱすごいさコミュニケーション取ってくるじゃん、ね、選手と、はい、ただしっかり礼儀はある、うん、でもこう一線がねリスペクトもあって、うん、確かにその中での仲の良さだから、まあ、これからこうね、あのベルスパ大分のやっぱりこう良さだったりとか、まあ、あのまずやっぱ試合にこう来てもらって、やっぱ飛躍していく姿をやっぱ皆さんにも、見ていってもらいたいですし、こうやっぱこういろんな選手のやっぱりこう素顔だったりとか、まあ、今ベルスパ大分が所属しているのは JFL っていうカテゴリーなんですけど、J1、J2、J3 があってその下 の、はい、まあ、あの4部相当っていう、まあ、JFL っていうカテゴリーなんですけど、まあ、なんとかこうここから J リーグにっていう、いうふうにベルスパ大分も今後頑張っていきますので、まあ、選手のことも知ってもらいながら、はい、こうベルスパ大分をどんどん皆さんで盛り上げていきたいなと思いますので、これからもこの YouTube チャンネルと、まあ、いろんな動画だったりとか、本当に SNS も含めて、はい、全部こうどん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 更新して、まあ、こう楽しいベルスパっていうイメージをもっともっとつけたいなと思います、はい、じゃあ第1回ちょっと、まあ、せっかくなんでやっぱキャプテンから締めの言葉、今シーズンの意気込みと、今後の、抱負をやっぱ語ってもらって、はい、今日は終わりにしたいなと思いますんで、はい、では最後キャプテン、はい、お願いします。失礼します。今シーズン、須藤監督をはじめ選手みんなで力を合わせて3位以内で、まあ、このチームが未来にJリーグに参入していけるように、まずは俺見なくていいかその俺よ、その俺じゃないよ、見てる人に、まずはね、まずは結果を、選手は結果を出せるように1年頑張っていきましょう。はい、締めます、はい、じゃあ、皆さんこれからもぜひ、YouTube チャンネルよろしくお願いします。じゃあいつもの練習の締め方で締めたいと思います。はい、はい、お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございました。また次回。